さあ、今週も始まりました。ハイチのダラダラジオ、DJ のハイチです。みたいなね、感じのを一回やってみたかったんで、ぶっこんでみました。どうも、改めまして、ハイチでございます。さあ、今週のテーマはですね、彼は何を思っているのでしょうというテーマでやっていきます。で、下がテッドっていうのと、3月30日決まりましたっていうのと、まあ、サブちゃんちょっとね、あるんですかって聞かれたんで、まあ、それの紹介を最後サクッとやって終わろうと思います。で、先にね、オレンジの下とサブチャーの話をしよう。で、本編に入っていくね。で、まず3月30日決まりましたっていうのは、先々週間、前回のダラダラジオの時に、2月の、あ、3月の25、26、30、31のどれかでイベントが入るかもみたいな話をしたんですけど、31はなしで30に決定しました。で、これはちょっと詳細はね、まだ詰めてないので、また違う動画で、投稿する形になりますけど、3月30日に、YouTube スペースです。六本木ヒルズにある、森タワーにあるね、YouTube スペースでイベントを行います。で、変更がなるかもしれないんですけど、一応二部制で3月30日の午後です。午後にやる。で、自分だけのイベントと、まあ、一応それ50万人記念のイベントとしてやらせてもらうんですけど、で、あとは自分と他のゲストの方を招いたイベントを同じ日に2つやるっていうね。まあ、そんな感じになっておりますので、まあ、ちょっとね、東京っていう場所も指定になってしまってて申し訳ないんですが、興味ある方はぜひね、スケジュールの方開けておいてください。詳細はもうちょっと待ってください。で、会いに行く方の25、26の方なんですけど、ね、かなり雲行きが怪しくはなってるんですが、でもなんとしてもちょっとやりたいなと思ってるので、またこれも決まり次第、告知させてもらいますので、お待ちください。でね、サブちゃんなんだけど、そう、実はサブちゃんがあるんです、自分。このとある男が授業をしてみたがメインなんですけど、サブちゃんがあって、まあ、ずっとゲーム実況をやってたんですよね。で、まあ、今サブちゃんのまだゲームやったりしてますけど、まあ、いろんなことっていうか、勉強と関係ないようなことを、まあ、たまに、ほんとね、すっごいゆったりペースの投稿なんで、1ヶ月に1回とか普通にあるしね、2ヶ月に1回とかもたまにあるけど。なので、まあ、もし興味あったら、そのとある男が息抜きしてみたっていうチャンネルなんで、まあ、チェックしてみてください。はい、という感じでございます。じゃあ本編行きましょう。で、なんで彼は何を思っているのでしょうって、彼はって、まあ俺のことなんですけど、そう。これはね、投稿してる前日に今撮ってるんですけど、まあずっと動画でも言ってきたように、今日ですね、まあこれを投稿してすぐ見てくれてる方は今日だね、日曜日、2月24日に、下のオレンジのとこに書いてある、テッドっていう、もし知らない方がいたらちょっとぜひ調べてください。絶対ヒットするから、それが有名な、イベントがあって、そのテッドトークっていうのがあるんですね。もし YouTube とかでもチャンネルあるんで、テッドスペース日本人とかってすると、出てくるかなと思うんですが、まあ人前でこういろんな話をするっていう。そう。本編のめっちゃ大きいテッドだと本当に有名な方がすごい出たりするもんなんですけど、まあその舞台にとかそれに呼んでいただきまして、それを、この投稿した時には終わってるんだけどさ、それを喋ってきます。今自分が喋ってる時間だと明日なんだけどね。明日喋ってくるんですけど、だからまあ終わってね、きっと緊張から解放されて何を思ってるんだろうなと思うわけですよ。まあ、割とうまくいけて、なんとかやりきった、と思ってるのか、それとも、めちゃくちゃ反省してるかね。もう、もうあれがダメだった、これがダメだった、まあ、なってそうな気もするけど、基本的に、割と成功したなと思っても反省点ってすごく出てくるんだよね。そう、だからそれを反省してるかもしれないんですが、きっとね、ツイッターで、終わった後の感情をつぶやいてると思うんで、まあ、気になる方は見てみてください。ひらがなのハイ1で調べれば出てきますんで、よかったらね。そう、っていう感じです。で、まあ、そのテッドをね、出ることを言っていいのかちょっと事前に分かんなかったんで、まあ、終わったんでね、このダラダラ上で一応発表しようと思ってる、と思って、ここで今喋ってるんですけど、まあ、たまたまね、今回は、ICU っていう国際キリスト教大学っていう大学でテッドが行われるのね。テッドと ICU がこの、まあ、なんだろう、開催場所となってやるんですけど、で、そこに、ね、なぜか声をかけていただいて、しかも YouTuber っていう立場でだからね、そう。で、まあ、経験談とかを話す予定なんですけど、今自分の立場から言うとね、そう。で、まあ、その、終わった後、終わって本当に感じた感想っていうのは、そのまた、次回のダラダラジオか別の時の動画で喋ると思うんだけど、まあ今この時点ですごくね、その何を喋るかっていうことを考えながら、いろいろ振り返って、今の、まあ自分はその教育 YouTuber でやってるからさ、教育 YouTuber、YouTube の教育系の話というか、その辺をいろいろ考えてて、まあ、いろんなことを考えるわけですよ。でね、その中ですごく最近思ってることが、その、
学生の、見てくれてる子供たちのさ、相談にもあったんですけど、人って、平凡って怖くないですか？平凡。みんなさ、例えば自分のことを考えた時に、何か突筆してすごい優れてる部分があるかどうかとかって考えた時に、そういうのがなくて悩んだりすることじゃない？自分、俺はね、すごいそれがある、あったし、今もある人間なの。本当に平凡な人生というか、何かすげえ突筆してできることがあるわけでもないし、っていう、そうって思ってて、で、どっちかというとその天才肌というか、何かに秀でてる。まあ、ちょっと言ってしまうとネジがちょっと外れてるような方とかいらっしゃるじゃないですか。それがすごい才能として開花してる方ってたくさんいらっしゃるから、そういう方を見て、ああ、いいな、いいなって学生の時からずっと思ってた。クラスの中でもいるじゃん、そういうなんか、ちょっと違う空気を持ってるというか。だから、ありきたりとかみんなと同じっていうのがすごく俺は嫌いで昔から。多分それも気にしてるんだよね。自分が、いろんなことに平均的だと思ってて、自分のことを。そう、だから、割と、なんだろう、それ、いろいろそつなくこなせる自信はあるんです。あるんだけど、じゃあ、すごく秀でてるかっていうと、そうじゃないみたいな感じがあってね。で、気にしてて、で、学生のみんなから相談来るときも、そういう相談ってすごく多いの。自分って何があるんでしょうみたいなね。そう、やっぱりそれってさ、わかるんだよ。すごい気にして生きてきたから、俺も。で、今の、例えば YouTube 業界全体もそうだね。教育っていう分野だけじゃなくて、まあ、教育だけでカテゴリーするんだったら、やっぱりすごい高学歴な方、っていうのが活躍されてる。まあもちろんさ、物を教えるってなるとそうなる、まあなりやすい傾向はあると思うんだよ。で、YouTube 全体で行った時も、やっぱすごく秀でてる方しか残っていかないんだよね。実際きっと。まあ俺はエンタメ系とかマルチの方っていうのはそんなに指令が多いわけではないんだけれど、やっぱり、なんか違うわけよ。きっとね。で、ずーっとまあ7年ぐらい YouTube やってきて、で、自分の平凡さ、特にいろんな YouTuber の方を見るようになって、まあ、YouTuber がどん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 盛り上がってきたからさ、その母数が増えるというか、ね、YouTuber っていう方が増えてくるから、あ、すげえな、すげえなって、この人こんなことできるんだ、この人はこんなことができるんだっていうのを見てきて、あ、自分って何があるんだろうとかって思うわけ、普通に。そう。だけど、まあ、いろんな学生を見てきた中で、まあ、塾講師の時ね、見てきた中でもそうだし、自分のこととかを振り返った時に、平凡っていうのは、なんていうのかな。いや、ちょっと、なんだろうな、考えが固まりきってない言葉を使ってしまうんだったら、平凡っていうのは、一つの武器だし、でももっと言うと、平凡なんて実はないんじゃないかなって、今は思ってる。平凡な人なんていないっていう。で、これを思うようになったのは、塾講師の時にね、まあ目の前にいる生徒もそうなんだけど、でもまあネットを通してさ、みんなと相談乗ったりとかさ、まあキャスやってる時にオンラインでみんなと話をしたりとかするわけじゃないか。って時に、やっぱり、みんなそれぞれに個性があるわけ。いろんな色があるというか、やっぱり全く同じ人なんていないわけだし、考え方にしてもタイプにしても、なんかいろんな特徴にしても。あ、ってことは、平凡なんてものはこの世にないんじゃねえかなって最近すごく思ってる。それはみんなのことを見てるとね、すごく思うんだよね。そう。で、それを見たときに、そう思ったときに、ああ、じゃあ自分も平凡、なんか、いや、確かに突筆してることはないかもしんないけど、でもそれが一個の個性というか、なのかなっていう。平凡っていうものの個性っていう。平凡じゃない、平凡ないって言ってんだけど、うまく言えないんだけど。そう。だから、まあそういう相談もらった時に返せる子には返してるんだけど、きっと君はね、平凡ではないんだよって思ってて、俺は。そう。君は君だけの個性があるわけだし、でも、それを自分が平凡でそれがダメだよね、ダメだよねって思ってしまったら、どん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 自分が本当は持ってる個性が縮こまって、なくなってしまうよっていう。だから自分が持ってるもの、自分が今まで生きてきた人生で感じてきたものとかそういうものを大切にして、で、自分が、まあ、大体そういうことで、まあ、夢とか目標がまだ決まってなくて悩んでたりする子が多いから、今すぐ決めろとは思わないんだけど、夢とか目標って焦って見つけるもんじゃないからね。でも、それを活かしていって、それを活かしていって、なんだろうな、自分が例えばこの方向に向かいたいって思った時に、しっかり歩んでいく。で、歩んでいく人生の中でいろんなことを感じて、あ、自分って実は平凡じゃなかったんだって、こういう個性があったんだって気づいていってもらえたらいいんじゃないかなって思うのね。だってさ、俺もうちょっと34だよ。来月34になるのに、まだ迷ってんだよ。みんなと同じような悩みを持ってるわけ。そう。もう本当はそんな人、大人の方が少ないかもしんない。みんな大人の人は気づいてるのかもしれない。ね、俺が、まだ幼いというか、なのかもしれない。でも、
そのみんなが持ってる悩みっていうのは悪いことじゃないんだよっていうのはすごく感じてて、そう、を伝えたくてね、今回喋りました。まあこれは完全にテッドとは関係ないんですけど。まあもしさ、あ、まあ今回伝えたのはこの話なんで、あ、もしあの、これを、なんだ、動画投稿してすぐ見てて、あ、ハイチ、ツイッターで凹んでるみたいな。あ、テッド失敗したんだな、とか思ったらさ、ちょっと励ましてやって。いや、失敗しないよ。失敗しないっていうか、そう、うまく喋ろうとは思ってないので、うん。これね、今自分のない、至ってる答えで。まあ、いいモチベーションに今いるから、このモチベーションのまま、いけたらいいなと思います。で、テッドに関しては、おそらく YouTube にテッドのチャンネルに乗るので、自分が喋ったやつ。まあ、それいつかアップするかは知らないけど、まあ、そしたら見てください。ひどかったらひどいかもしんないけど。まあ、でも、その場にいるね、大学生の前、メインは大学生なんで、大学生の前で話してくるから、そこにいる大学生の子たちが、何かね、感じてもらえるように、一生懸命というか、思った気持ちをね、素直に話してこようと思います。はい、という感じでした。ごめんね、明日がさ、ほんと本番でさ、結構緊張してテンパっててさ、なんか、冒頭から変なテンションで入っちゃったけど、ありがとう、聞いてくれてありがとうございました。はい。ではまた来週ね、何か喋っていきますので、もしよかったら、来週のダラダラジオもぜひね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。